Hey, this is Jen the King English. I'm Keisuke. カナダの学校の状況について話していきたいと思います。一つ目はですね、今どのぐらい日本人が学校にいるのかっていうのを話していきたいと思います。学校カプランっていうところなんですけど、カプランは、他の学校に比べて少し、日本人が少ないのかなっていう感じはしますね。今クラスが制限されてて、一クラス6人なんですけど、今6人中日本人が僕一人だけ。で、コロンビアの人が3人。ウクライナ、あとモドッカの人が1人で、あと韓国人が2人で、僕で6人で、2クラス目が日本人2人の、韓国人2人、やっぱりアジア系の人が多いっていうのも多いですね。はい。で、僕が聞いた他の学校だと 70%、80% はやっぱ日本人っていう学校がちょっと多いのかなっていう話をよく聞きます。なぜかっていうと、やっぱ日本のビザがすごい降りるのが早くて、すごい日本の留学生が今多いっていう感じにはなってるらしいっていうのを先生から聞きました。なんで今、特別日本人が多いっていう感じにはなっちゃう感じ、日本人が多いですね。はい。で、授業は6人とか5人ぐらいで、僕のクラス、僕の学校やってます。でも他の学校だともう9人10人でかい学校だとぐらいやってるようですね。はい。じゃあ次に2つ目、気になるのが現地の人とか留学生とかどんな感じのその友達関係みたいなのが多分気になると思うんですけど、やっぱり語学学校で、関わる人たちは学校であったりして、その後アクティビティに行ったりとかするんですけど、やっぱりそのこっちに来るってなったら、やっぱり現地の人とも関わりたいって思う人がいると思うんですけど、僕もそう思うんですけど、やっぱり難しいんで、みんなに聞いてみてどうやったら関われるかっていうのを、ちょっとまとめてみます。一つ目はですね、これ Tinder ですね。こっちだと結構もう普通に日本より結構普及してるのかな。全然今コロナだし、ネットでつながるみたいなのはよくあるらしい。で、2つ目、ミートアップなどのスポーツとか、そういうハイキング、カナダだったらハイキングがめちゃくちゃ有名なんで、ハイキングだったりそういうので、会って、仲良くなるみたいなのがあるらしい。僕もたまにそのサッカーとかやったりですね。はい。3つ目が、友達から友達、その元からこっちにいる人と仲良くなるなって、その人がもうカナダの人と友達だったりっていうのが、ありますね。4つ目、これはスーパーとかでもう直接話しかけるっていうのが僕の友達やってて、これ僕今ちょっと全然できてないんですけど、僕もそういうの挑戦してみたいなって思うんですけど、やっぱりなかなか難しいところがありますね。僕も一回あっちから話しかけられてっていうのはあるんですけど、それだけで終わっちゃったから、そこからどう投げていくのがとても難しいっていう。やっぱりこっちに来る、今来る人も、僕もそうだったんですけど、やっぱり現地のちょっと友達になりたいなとか思ったりすると思うんで、でもやっぱり難しい。それでやっぱり今カナダにいる人もそうだし、今からカナダに留学しようかなっていう人もいると思うんですけど、で、とりあえず知っとくことは、僕最初思ってたんですけど、留学学校で、僕最初思ってたんですけど、選んだから、いろんな友達できるかなと思ったけど、それでも日本人が多かったり、今はするし、今コロナでなかなか外に出れなくて、そのコミュニティとかも、そのミートアップとかも、ちょっと少なかったりするから、そういう外の活動も難しくなるっていうのも、カナダに来る人は頭に入れておいた方がいいのかなと思います。もちろん、今、ワクチン接種とかでもう今、店内飲食とかができるようになったり、最高が6人とかかなとか、そういう今どんどん戻ってきてるので、もう少ししたらもっと、前の、コロナの前の状況に近いぐらいになって、もっとコミュニティが増えたり、アクティビティが増えたりして、そういう風になるんじゃない、もっと遊べるというか、もっと人と会える環境になるのではないのかなと今は思っています。今もね、だんだん回復してきているので、今から来るカナダに来ようかなっていう人は、もちろん今の状況もそうですし、最新のツイッターとか、いろんな状況、いろんな YouTube とかネットとか検索してみて、考えてみたらいいと思います。それで今日話したのは
そうですね、今のこの学校の日本人が多いよっていうのと、まあそのどうやったらその外国の人と関われるか、ネイティブの人と関われるかっていうのですね。まあでも ネイティブと関わるっていうのが、まあ関わりたいっていう多分僕も思ってたんで、まあそれも今難しい、普通の時期でも多分難しいと思うんですけど、まあそういうネットインナーとかっていう方法もあるよっていうのと、ミートアップっていうのもあるっていうのを伝えたかったんで、動画にしてみました。でまた何かありましたら、コメントとかに書いてくれると僕もそれでいろいろシェアしたいなって思っています。それでは今日はこれで終わります。